どうも、しげしげです。本日も無課金サブサブ赤コラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日は9周年記念チャレンジの壊滅級をこのアカウントでもやっていきたいなと思うんですけれども、前回の動画でゲットした10日使っていきたいと思います。このねパーティーを見た時に、まあなんとも不思議な多色なのかなっていう感じのパーティーなんですけれども、無課金コラボ禁止で10日パーティーを組むのが難しすぎる件について、はい、今日は紹介していきたいと思います。別に紹介する動画ではないんですけど、はい、10日ですね。リーダースキルが闇の2コンボ以上で攻撃力18倍の4コンボ加算で、3色以上同時攻撃でダメージ 70% 軽減かけることができるんで、まあまあまあ使いこなせればしっかりパーティー組めれば強いのかなって感じはしますけれども、いかんせんサブをめちゃくちゃ選ぶ、まあ、このキャラ自身ね、バインド耐性も補わなきゃいけないし、無効貫通が苦手っていう特徴があるわけですよ。で、パーティーどうしようかなーで考えると、こんな感じのメンツになりました。まず、耐性とかね、スキブ枠で濃姫を入れました。はい。まあ、ジンも持ってるしってことで、まあ悪くはないのかなっていう感じ。で、セシリア、まあ指だったり、炎波だったりの役割としては、やっぱり、めちゃくちゃ優秀なんじゃないかなってことで採用しております。で、ジビ無効貫通ね、どうしようかって思った時に、まあバレンタインアキネとかこのアカウントね、幸運なことに持ってるわけですよ。でも別にね、この10日が3ターンスキルで全色作ってくれるわけじゃないから、そんなにスキルチャージが発動できないわけですよ。そう、そこがまた厄介なところで、まあその次ね、雨の渦目回復役で入れてるんですけど、フェゴランとかも同様の理由で入りませんね。スキルチャージ、まあ、10日のスキル使わなければいいっていう話なんだけど、使わないとさ、もったいないじゃん。せっかく3ターンっていうさ、破格のターンでさ、ロック解除生成ですよ。できるのにっていうのがあるんで、っていうね。ジビと雨の渦目に関しては、他にいない。っていうところでこの2体が採用されております。本当は種属性闇染めとか、あと闇のコンボ強化持ちとかを並べてあげると、まあ強いのかなっていう感じはあるんですけど、これが限界です。はい、まあ、そんな感じでこのダンジョンやっていくんですけど、このダンジョンとの相性はよくって、まあ、操作時間99秒固定だからしっかり、ね、操作できますっていうのもそうなんですけど、76にそもそもなっているので、まあ盤面によってはこのね3ターンスキルを使っても水ドロップが残るっていう可能性があります。はい、っていう、なんか参考になるかどうか分かんないパーティーなんですけれども、せっかく引けたんでね、使っていきたいと思います。でこのダンジョンクリアすると魔法石9個、まあクリア報酬と合わせて10個もらえるんですけども、それとね期間2のログインボーナスとして式神使いとあやかしガチャの、2個目がね届いてるんで、それを引いていきたいと思います。まあ今回ね、まあ前回か10日ゲットしましたけど、セイナが良かったな。よろしくお願いします。いや違うよ、10日をやれるっていうところをこの動画でお見せすればいいんだよ。アルラトゥ、ああ操作負荷とかやってくんだっけ、覚醒無効とね。はい、そしたらどうしようかな。13コンボ以下吸収でしょ。最初あれだわ、雨の渦目の後ろ使っちゃいたいので使ってあげて、まあ、覚醒の子回復します。で濃姫の後ろもいいかな、行っちゃって、いや、あ大丈夫、フレーミングラストに2ターン変質して、で10日を変身させることによって無効化を貼れるので、これで一旦待ちましょう。盤面きれいにして、でこの次の盤面で闇が2コンボあると素晴らしい。あ、カウントダウン系なんだ、この人。へぇ。まあいいや、変身しちゃって。カウントダウン系なら別に無効化いらなかったな。いや、違うんよ。10日の強みっていうのをね、なんとか発揮したいんですよ。まあ、それで言うと、このアカウントじゃなくて、シゲパズのアカウントでね、昨日このダンジョンやりましたけど、後半も後半ですよ。コンボ吸収。まあ、ボスがラジエルなんで、そこにはだいぶ強いんじゃないかなと思います。もうこの時点で、はい、28コンボ、29コンボ。リラーフレでね、4コンボ加算、4コンボ加算なんで、8コンボ加算があるから、そこは面白いかもしれないですね。面白いというか、楽かもしれないですね。で、はい、来ました。追加攻撃が必要なんですけれども、
一番上に回復がない時点で追加攻撃を組むことができません。これはあ、でも2ターンコードだ、よかった。そしたら思い切りバーッと消して、あ、でも攻撃しちゃうとあれだから、攻撃しちゃうとあれだからコンボ吸収には引っかかるような感じで、いや、そう、追加攻撃も持ってないんよね。あ、オッケー、真ん中にあるんで回復が。よし、行きましょう。いや、結構ね、なんだろうな、最新のキャラなのに不自由が多いんで、ちょっとパワーアップしてくんねえかなって思うんですよね。で、まあ実際に軽く試運転して思ったのは、まあスキルの内容が自分の攻撃力3倍のロック解除の、まあ高ショックを6個ずつ生成なんですよ。これ闇コンボ強化とか積んだ場合で言うと、全然ね、この自分の攻撃力3倍っていうのがなくてもカンストするんですよ。変身キャラだから上限が21億っていうのもあるし、全然カンストするんですよ。だからもうなんか自分の攻撃力が3倍のところ無効貫通にしてくれたらめちゃくちゃ強いんだけどね。まあそれは強すぎる説がありますけど、いや、それぐらいしちゃってもいいんじゃないかな。だってさ、サイレアよ、サイレアでめちゃくちゃ使いづらいってさ、それは使われないよね、残念ながら。使いたい気持ちあるんだけどさ、効果じゃなくてよくねっていう瞬間が多すぎる。根性ないもんね。オッケー。なかなか、まあ今後ね、どんどんサブの候補が増えてって組みやすくもなるのかもしれないですけども、でも現状もさ、この10日パーティー組もうと思ったらさ、めちゃくちゃコラボキャラが入るわけで、じゃあ本編のキャラでいつめちゃくちゃいいパーティーが組めるかって言われたらもう分かんないっすよね。このアカウントがだから10日を使いこなせる日はいつになることやらって感じですよ。まあこれもね、運命なんで、いつかね、バッチリハマるパーティーが組める可能性がなくもないってことに僕はかけたいですけれども。はい、覚醒無効回復して、ルーレットも回復しちゃおうか、このタイミングで。で、シリア使って、上が何も見えないけども、闇の2コンボ入れれば、2コンボ入れて3色組んでればとりあえずはどうにかなるでしょう。まあでもこのダンジョンにおいてはあれだな、最初言ってた話ですけど、スキルチャージ持ち入れてもよかったかもな。76番面ならさ、その10日のスキルを使ったところで30個しか盤面いじらないわけだ、なんで残る可能性がね。さあ、まあスキル使っていこうか。そしたらどうせ3ターンスキルだし、はい、じゃあ使います。10日使って、水残るかな。うん、残んないね。じゃあ、スキルチャージ持ちは編成しなくてよかったっていう結論になります。いや、むずいよこのキャラは。とね、本じゃないね。あぶね、組み終わってから確認してる。いや、でもこのコンボ加算はすごい、23コンボ、うん、で、はい、カンストしてますね。うん、なんかな、惜しいんだよな。あれ、根性持ちじゃない、違うか、違ったわ。はい、コンボ吸収はお手のものです。闇2コンボあるね。 OK、 したらなんかで L 字も入れたい気持ちはあるけれども、木でいこうか。木で L 字を入れられるのかな。入ったね。回復、まあいっか、余裕か、コンボ数的に。はい、 OK、ロック解除して、いやー、20コンボですよ。相手10コンボ吸収ですよ。10カット、うん、これだね、特徴的なところで言ったら。あー、来ちゃったよ、無効貫通必要キャラ。まあでも持ってなくは、あ、持ってないわ、これもジビ使うしかないわ。でも効果消されます。ジビ使って、で、まあ、
効果も使っていこうか。これ水残るんじゃない？残んないね。無理だわ。根性ないね。オッケー。ゼウス根性ないね。よいしょ。よいしょ。この日は組めないよね。はい、これでいいでしょう。無効貫通スキルを使ってあげれば、うん、全員でね、攻撃できるんで、バッチリですよ。ただ、この後も、無効化かな？あ、違うか。ただあれだ。根性持ちだから、ここは追加攻撃を組んだ上でのやつが必要。あ、盤面めちゃくちゃいいじゃん、これ。まあでも、トーカ使おうか。回復さすがに。うん、OK。したら、もう倒せると思う。うん、行こう。追加攻撃は絶対組みますと。あ、でもこの隣のやつで組んであげた方が、コンボドロップが生きる。よし、これで組めてるね。で、闇のコンボと、火のコンボと、闇 L 字なんかしてあげちゃったりしてね。あ、これ組めてないじゃん。はい、OK、完璧じゃない？火もう1コンボ組めんのか、これ。まあ、いっか、足りてるよね。はい、サボりました。このコンボ加算パワーで、あー、また20コンボだ。うん、コンボ加算には強い。うん、それが分かっただけでもいいんではないでしょうか。ガチャ行きましょう。やるじゃないか。はい、ということで、メールと合わせて5回ですね。メールで1回と石使って4回、計5回引いていきます。頼む頼むから、セイナ、もう分かりやすく使いやすい強いセイナ、頼む頼む頼むって頼むって。あー、メールは知ってた、メールは知ってた、仕方ないよ、知ってた、メールで出る方がおかしいから、知ってる。さあ頼む。なんだったら10日2体目とか出たらさ、フレンド込みで10日ループっつってさ、あ、でも結局無効貫通問題とかなんだよな。頼む、セイナくれ、10日頑張って使ったよ今今日、頼む。あー頼むって。あ、チェスター、そう、チェスターで言うと闇のチェスターが回復役でいい感じだったんですけど、闇のチェスターだけなんか持ってないんですよね。そこもまた、いや、無課金コラボ禁止って難しいわ本当。はい、まあでも今日はなんとか生かしきれたんじゃない。おいやいや、頼む頼む頼む、せ薄いわ。5体目、6体目、7体8体、8体いますね。仕方ないよ、頼む頼む。はい、セイナ出てくれたら超使うよ、めちゃくちゃ使うよこのアカウント。花嫁豪山勢もいるし、それこそね、今の雨の娘だって育てましたし、でフレンドさんのシーウルフだってコラボキャラじゃないからガンガン使えるでしょ。いや超使うよ、頼む。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではさよなら。頼む、ダイヤ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